はい、こんにちは。同盟クエスト、レアのラスボス行きます。需要あるみたいなんで、経過も、取っていきます。まずは、緑マナを貯めたいです。あ、いい具合に溜まっていきますね。緑マナを貯めたいです。とりあえず行きましょうか。ここで、フィアナがダメージ受けているんで、これで炎も防いで、一旦ここ行ってから、それから、ジェリコ使って、さらに、一人倒してしまいたい。真ん中行きましょうか。ピクシー当てて。で、黄色ダイヤを作り。こっからではジェリコは温存しましょうか。ピクシーも温存しましょうか。なんとか緑マナを貯めたい。なんとか緑マナを貯めたい。ここは一旦解毒剤使いまして、ウェーブ3に向けて、盤面整理も兼ねて、プレイを進めていってます。それではもうフィエンド使って、盤面に黄色しっかりあるんでジェリコ使って、ピクシーも使って黄色ダイヤ使いましょうか。これでマナが溜まって。はい、いいですね。それでは、マナ溜めて、使って。今、どこが一番消しやすい？左から行きましょうか。とりあえず一旦左ここ行きまして。フィアナ使って、ジェリコ使って、で、持ってマナを貯めさせて、マナを貯めさせて、一遍回復したいけれども、ちょっと待とうか。ではこのタイミングで再び、フェーズに頼って、さらにここ行きましょうか。ライサナもう倒せそうなんで、ここはトーベンに対して、ピクシー当てて、とりあえず、ここ行きましょうか。トーベンにマナを貯めさせたい。でも青ダイヤ欲しい。青ダイヤ作りましょうか。はい、ドーンを使って。青ダイヤいっちゃいましょうか。はい、さらにドーンのミニオンを呼んで、今余裕ありますが念のためもうフェーズ使いましょうか。はい、このままこのまま、ピクシーと
フェーズは相性悪いの分かってますけれども、それでも入れています。何としてでも相手にスキルを使わせないってことを、重視しています。はい、ありがとうございました。宝箱がコイン2個ですね。これからエピックやっていきます。ではでは。